僕が思う理想の滑りは流れですね。まあ、流れよくリズムよく地形に合わせて滑れたらいいなって思います。滑りで大切にしていることは、無駄な力をなるべく使わないように、自分が伝えたい力だけを板に伝えて、まあ、自分が思う理想の滑りができるように。バインディングに求めることはフィット感、ホールド感、あとは自由度。やっぱりきつく締めても動きが制限されない。そのためにはやっぱりバインディング自体のトーションだったりとか、ヒールカップの動きやすさだったりとか、まあ、足首周りかなって思います。僕が使ってるディストリクト HPS のフィーリングは、足首を360度自分が力を伝えたい方向に動くっていうのが理想なので、それができるように、ヒールカップが昨年のモデルよりもより滑らかになっていて、でインジェクションストラップもすごく柔らかくなったんで、本当しなやかな動きができるようにっていうのをイメージして開発しました。特に気に入ってるところは、そのヒールカップが今までのものよりよりしなやか柔らかくなったっていうところで、まあ本当ターンの前後左右だけの動きじゃなくて、斜めっていうこうねじるような送り出すような動きとかがよりしやすくなったところがすごく気に入ってます。バインディングを開発した理由は、2シーズン前になるのかな、まあ、実際に売ってるもので言えば昨年のモデルなんだけど、まあ、その時にサロモンがインジェクションストラップっていうのを開発して初めて使ったんだけど、すごく調子がいいっていうライダーもいたり、でも実際の自分の意見としてはちょっと硬すぎて、シャドーフィットの良さがちょっと半減されてるんじゃないかなって自分の感覚的には思って、でその時にそのバインディングにアンクルストラップについてスポンジを外してみたりとか、スリットを自分で切り込み入れたりとか、いろいろ考えてこうしたらいいのになとか思って、フィードバックとして伝え始めて、じゃあやってみるかいみたいな感じで、 HPS みたいな感じの流れで始まったのが最初ですね。自分の理想の滑りをするためには、このディストリクト HPS の動きはすごく自分にとっては重要で、まあ、膝を前に送り出す動きとか、まあ、そういうのは絶対ターンとターンの間のつなぎでする動きだから、まあ、そういった時に特にこの前に送り出すっていう動きを素直にすごく察してくれるバインだから、すごく自分には必要だなって感じてる。まあ本当このバインがないと自分の今の動きができないっていうぐらい、すごく必要としてるバインです。